ハンクオーデーはアメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身のプロ野球選手、プロ野球監督、あとに1920年代までメジャーリーグの審判員を務めた。右投げ、打席左右は不明。ナショナルリーグで選手、監督、審判の三つの職歴をフルシーズン務めた唯一の人物である。1884年にアメリカンアソシエーションの トレド・ブルースト・トッキングの投手として出場。トレドでは36勝を挙げたトニー・マレーンと共に、投手の2枚看板を期待され41試合に、登板したが、成績は9勝28敗と振るわなかった。トレド球団が1年で破綻すると、1885年に、ピッツバーグ・アルゲニーズで12試合に登板。翌1886年は、デトロイト・ウルバリンズにいたものの出場機会はなく、 9月にワシントンナショナルズに金銭で移籍した。ナショナルズでは1887年に8勝20敗、1888年に16勝、したもののリーグ最多の29敗を喫する。最も勝ち星を挙げたシーズンは、オーデンが選手として出場した最後の年の1890年のことで、この時は、 プレイヤーズリーグのニューヨークジャイアンツで22勝13敗の成績を残した。オーデーは選手時代にも審判に欠員が出た場合の代役を任せられることがあり、1890年までに6試合の審判経験があった。オーデーはメジャーリーグ史上初めて代打を送られた選手でもある。1889年9月10日の試合中、オーデーは負傷し、 脱席に立てなくなったために、ミッキー・ウェルチが代わりに脱席に立った。デ d は、プレイヤーズリーグ参加から5年後の1895年に75試合の審判を務め、この年以降審判員として本格的に活動し始める。ナショナルリーグでの審判歴は1927年まで30年以上に及ぶが、この間1912年と1914年の2年は、 シンシナティレッツとシカゴカブスの監督をしていたため、審判としては試合に出場していない。2年間の監督時代の戦績は2年ともほぼ5割だった。審判としてのオーデーは他人がどれだけ避難しようが勇気を持って正しい判定を下す人物として評価されていた。その最たるものが、 1908年9月23日に行われたニューヨークジャイアンツ対シカゴカブス戦でのマークルズ・ボナーの判定であろう。ジャイアンツのサヨナラアンダに歓喜した一塁走者のマークルがホースプレーにもかかわらず二塁を踏まずにベンチを下がったことをカブスのジョニー・エバースがアピールし、この試合主審だったオデーはマークルにアウトの判定を下し、その試合を引き分け再試合と宣告した。 ジャイアンツの監督だったジョン・マグローは、オーデーがペナントを奪ったと非難したが、判定が変わることはなかった。ただこの判定には伏線があり、このプレーの2週間前、オーデーはカブスとパイレーツの試合で全く同じ状況に遭遇している。その時はプレーをよく見ていなかったためバースのアピールを認めていなかった。オーデーは、 ナショナルリーグの審判を1927年まで務めた。出場試合数3986試合は引退当時史上3位の試合数で、出身試合数2710試合と十度のワールドシリーズ出場はビル・クレムに次いで史上2位の記録である。1935年にシカゴで死去。2013年にベテランズ委員会の選考により、 アメリカ野球殿堂入りを果たした在籍ナショナルリーグありがとうございます。